はいいじゃあよろししくお願いします、えー、今回高校受験対策の理科をやっていきましょうで今回天体ですねからの問題4問やっていきますので一回ね動画止めていただいて是非チャレンジしてみてくださいでやってもらった後に分かんなかったり不安なところがあれば今からね自分が解説しながら、えー、答えを書いていきますので聞いてもらえたらと思いますいいかなでは早速ねまず1番からやっていきますのでどうぞよろしくお願いしますじゃあ画面下げますのでお待ちくださいいくよ もうったなよっしゃーじゃあいきましょう、まあ、天体はね割とリクエストが多いとこだったので今回はね天体ピックアップでやっていきますでまあもうねあの問題文に書いてあるんですけど群馬の過去問ですこれ我が我が群馬我が群馬もおかしいかで群馬県のある地点で、まあ、7月中旬の午後8時に、まあ、火星と金星を観測しましたとでその時にまあと南東、まあ、南東ねの時にここで火星ですで西の空に金星がありましたみたいな ざっくり言うとでまず1番はもうこれ全く関係なくて地球型惑星を次の A から全て選びなさいと。えー、ですね、まあ、白状するところ1番間違ったんです自分はい間違えました <laughs> えっと言い訳する <laughs> 言い訳させてでこれまず、えー、地球型惑星と木星型惑星に分かれるんですよねで惑星は水金地下木土天海って覚えますね水金地木土天海それの 水気木,木じゃない金。地下。えっと8個あるんで半分の4つが地球型惑星です。水、金、地下、木、土、天、海ね。木星、土星、天王星、海王星ですね。この4つが木星型惑星と呼ばれてます。だから、まあ、水、金、火を選べばいい。まあ、地球ないからね。水、金、火を選ぶと。 答えがあといとえですこれが1番の答えなんですけど何間違ったかって4択じゃないですか4択から2つあと全てって言われたらまあ2つかなと思ってえー、と2つ選んだんですよ多分あとえを選んだんだかな確かそしたらあれ3つあると思って間違えましたはい同じミスした方ねえっ、ー、と反省して次に生かしましょうはいはいということで2番ですね次はさっき8時の話をしてたんですけどじゃ9時に観測しましたとその時に こや矢印つけてないですけど、火星と金星の見える位置が移動しましたと。まあ移動しますよね。<laughs> 一応1時間経ってるんで15度ずつずれていくわけですが、それぞれ火星と金星がどっちに移ったかというのを書きなさいっていう問題なんですが、 まあ基本的に天体の問題っていうのは南の空を見てます。南が中心で南の空を見てると。南を見ているから左側に東が来て右側に西が来るわけですけどこの空を見てる時に星っていうのはこうです流れとしては。東からこう上がって南の空を通って西に沈んでいくみたいなイメージ。だからここにあるのはこっちだしここにあるのはこっちです。つまりえっ、ー、と今あこれがイか。イでこっちがウだね。ってことで火星が。 金星ががとこれが答えになりますで、3番この辺かからですかね3番この日の金星の位置として最も適切なものを図にこっちねの AD 一応 A 嘘 ABCD かの中から選びなさいという問題なんですがまずですね もちろん答えをピンポイントで選びに行くのもいいんですが消去法としてこの2つを選んじゃまジいぞっていうのを書きますまず一番書いちゃダメなのこれねこれは絶対書いちゃダメなんでかっていうとこれ太陽とかぶって見えないからねこの金星地球からでその理由と同じ理由でいくんだったらここもダメです地球と太陽のこの一直線上ここですねここは見れませんなのでそこは外してくださいどうどこえっと位置として正しいものはっていうまず見えないからさ 答えとして不適切なのでなので上の A が C ここで迷っていくとでここで大事なのがですねちょっとここでピックアップでこっちに書いていきますけど今地球がこうありますよねで地球っていうのは自転をしてます自分で回っておりますで回る向きは反時計回りです後転もそうだね今これは問題文に書いてありましたけど え時点もこっち向きに回っております自分で地球がで自分がよくですね4箇所上下左右の4箇所で考えろという話をするんですが自分が上にいる時下にいる時左にいる時右にいる時ですこれで時間がわかりますまず時間です太陽がこっちにありますね今図で言うとってことはこう回ってた時に太陽が一番近くにあるここが昼間です 昼間、まあ、昼にしとこう。昼になります。ってことは、逆のこっち側は太陽が見えない状態なので、夜です。まあ、真夜中っていうふうに正しいんですけど、一応夜にさせてください。ってなると、一周、一日の一周を考えましょう。夜から始まって。上に来るのが朝です。朝、太陽が出てきて、昼間になって、こっちに夕方になるわけです。 まず太陽の位置関係地球の位置関係から上下左右に夜朝昼夕方の場所をまず確認してくださいどんな問題でもねで次ですじゃあその時に金星の位置として最も適切なものを話してるんですが今午後8時に西の空に見えたんですよ8時ってことはさ、まあ、夕方から言うとこのゾーンだよねこのゾーンここにいる、まあ、この辺にいるとしましょう見てるのかねこっからです でここで西の空っていうのが大事なんですが、えー、これポイントですねこれすごい、まあ、ポイントだらけなんだけど今回、えー、地球におりますいた時に今ちょっとこの位置にいるって話をしたんですが例えばどこにいたとしても今じゃあ左にいるとするじゃんこれで言うとこ左にいるといた時に その場所からまっすぐ前の方向が必ず南です。南これは例えばこっちにいたとしたらこっちが南ですいいねこれを必ず覚えてください。なので今じゃあしつこいですけどここにいた場合はこっちがもうポイントからはみ出してるけどね南になりますと。 じゃあですよ、じゃあこっちが南ってことははいこっちはこの時ねこっちは方角考えた時にこっちが西ですこっちが東になりますこれは地図と同じ感じだよね下が南になればこっちが西こっちが東になるとで今話を戻しましょう夕方8時嘘、夕方9時か嘘、夕方8時だ午後8時ですね夕,夕方でもねえな午後8時に西の空に見える 今ここにいた時にはこっちが南になるってことは西はこっちですよねこっちに図を移しましょうここに人がいますと南がこっちで西にこっちなんだから西の空に見えるのはこれだよねってことで C が3番の答えになりますちょっと C ここでわかるかな C ですちなみにですけどえっと A はどういう時に見えるかってこう回ってきた時 まあこの辺で、まあ、もっとこっちでも見えますけど朝ですよね朝を迎えた時にまあちょっと左側に見えるとこういう感じでちょっと今ずらしましたけど左側っていうのは東ですだから朝ね朝の時に東の空に見えるのは、A、この金星になるっていうふうに方角とかを考えてくださいでこれができれば4番もいけます4番 4番は火星の話です。火星はこの地球の外のここを公転軌道としてるんですが地球と火星が最も接近した日の群馬県における火星の見え方としてっていう話で、まあ、地球がねここにいるとした時に火星が一番近づくのでどのタイミングかちょっと話しましょうちょっと違ったねどのタイミングかっていうとここですよね ここここに火星ががが来た時が一番近いですこの距離がねこっちにいる時よりもこっちにいる時よりもここが一番近い地球との関係は。じゃあこの位置関係の時って夕方なの今回選択肢がね夕方か真夜中かなんでどっちなのって考えたらここから見えますよねどう考えてもこう見るじゃないですか。 なので真夜中ですここれはこっちち夜だからねこっちに太陽がいて今このゾーンです、まあ、夜って書きましたけどここ真夜中です。でまっすぐ前に見えます空としてはまっすぐ前に火星が見えるじゃあまっすぐ前って方角なんだっけって南でしたよね南。だから真夜中に真南まあ南ねの空に見えるになるから4番の答えは「イと。 なってこれででで終了とななりますすのでこのここポイントですねこれ非常に大事です問題解く,こと解く時に、まあ、この朝昼夕晩、まあ、朝昼夕夜かこの4箇所が今どこにいるのかっていうその時間帯の把握の仕方はこれでできます。まあ時点がこっち回りだからこれだけちゃんと覚えてね反時計回りなんで逆にしちゃうと間違っちゃうからね。 であとはその地球がどこにいるってなった時にまっすぐ前の方向が南ですじゃあ南は固定されてるからどっちが東どっちが西っていう判断をしていけばどっちの空に見えるみたいな問題も解くことができますので是非ねこんな感じでやってみてくださいでは今回はね高校受験対策の天体絡みの問題やらせていただきました今回の授業はこれで終わります以上ですありがとうございました